ソーシャル IME は、かつて存在した、ユーザー参加型の日本語入力システム、インプットメソッドである。もはや無償でのサポートを続けることができないとして、2016年9月1日にサービスを終了した。月1000万ユーザーに利用された。インターネットを通じて、辞書を共有する機能があり、ユーザーが単語を登録することで、自律的に成長していくことが特徴である。 そのため、芸能人の名前や、漫画の作品名、顔文字などを、デフォルトで変換することができる。また、携帯電話のような予測変換機能があり、公式発表によると、パソコン初心者を対象とした実験では、マイクロソフトオフィス IME2007 と比べて、入力時間が21%、キー操作が26%削減された、とされる。 ソーシャル IME は、その変換エンジンを用いた、クライアントソフトウェアを開発することができる Web API を提供する。ソーシャル IME の公式版は、Windows 用のみであるものの、API を通じ Android 用のしめじ、名前の由来は、ソーシャル IME 字であるをはじめとした、多数のクライアントソフトウェアが開発され、多様なプラットフォームで利用することができる。 登録した単語は共有辞書に追加され他のユーザーと共有されるため個人名やメールアドレスを登録することで個人情報が漏えいしてしまう恐れがある。誤って登録してしまった場合でも2012年1月28日現在登録した単語を取り消す機能はない。そのため内閣官房情報セキュリティセンターは当ソフトをバイド IME ともに 業務で使用するパソコンでは使用しないことを推奨している。また、変換のたびに通信を行うため、常時インターネットに接続されている必要があり、変換に時間がかかる場合もある。6 4ビットアプリケーションには、未ようである。6 4ビット w i n d o w s 上で使った場合は、64で動いている3 2ビットアプリケーションでしか変換が、できない。ありがとうございます。